皆さんこんにちは。ビックル XRP に新しい時代がやってくるかもしれません。今回はそんなトピックについて紹介します。速報 XRP レジャー XRPL メインネットで AMM 機能が利用可能になりました。これは XRP レジャーの新しい時代の幕開けと、それが XRP エコシステム内でのさらなる革新を引き起こす可能性があります。 AMM とはユーザーが流動性プールに資産を提供し、取引手数料を受け取ることができる仕組みです。これにより、XRP レジャーはイーサリアムの分散型取引所ユニスワップに匹敵する機能を持つことになります。XRP レジャーの AMM 機能の導入は、投資家にとっても開発者にとっても新たな機会を提供することになります。このことによって、次のようなメリットがあります。まず流動性の増加が期待されます。 AMM が XRP やその他の資産の分散型取引を促進することで、より多くのトレーダーを引きつけ、流動性が急増することが期待されます。第2に受動的な収入機会が生まれます。具体的には流動性プロバイダーが資産をプールに預け、取引手数料から報酬を得ます。これにより XRP の保有とネットワーク参加が促進され、 XRP レジャーのエコシステムが拡大する可能性があります。最後に XRP レジャー機能が開放されます。具体的には AMM は XRP 元帳に新しい機能を導入し、ブロックチェーン分野での競争力を高めます。これにより開発者が集まり、XRP を中心としたエコシステムが育まれる可能性があります。現在イーサリアム上のユニスワップが独占している分野である分散型取引所が XRP レジャーで数多く誕生することになります。そうなれば XRP レジャーから大人気のミームコインが誕生する可能性もあります。最近 XRP の取引が着実に増加していることが明らかになっています。記事によると最近になって事態は急上昇しています。これほど大きな上昇を見るとなぜ今なのかと考えてしまいます。理由の一つは市場が調整モードから抜け出していることです。そうなると XRP のような大型株は大きな動きを見せることがよくありますと書かれていました。何か大きなうねりが始まっているのかもしれませんね。おいおい、投資は自己責任でお願いします。少しでも参考になったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回お会いしましょう。バイバイ。